って迎えてました。皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。バルテと言います。私たちバイオリンとコントラバスのポップクラシックユニットになります。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいということで1曲目早速いきたいと思います。スタート。1曲目はスタートという曲をお届けいたしました。改めましてバルテと言います。バイオリン永原真紀子、よろしくお願いします。コントラバス千木田ゆかり、ありがとうございます。この2人でお届けしていきます。早速暑いですねものすごくよく天気が晴れて、すごくよくいい天気になって恵まれて、まさにお出かけ日和だなと思いながら歩いてきたわけですけど、皆さんも花見とか行きました？行ってない、まだ行ってないですかね。そろそろ行ってもいいぐらいですよね。今日行こうかなっていう人、おっ、ちらほら、いいですね。その分分けてほしい行きたいですね。神岡、ね、この辺だと、大川か大岡川がすごいですよね、毎年。私よくケーキを使うんですけど、電車の中から
下見てブオーって毎年思いながら一度も歩いたことないんですけど、あれ行ってみたいななんて思っていますけど、マキロンはこれから？いやここに桜があるから。一応花。そう、もう今日しました。満足です。これ満足なの？そうね、あのいつもクロスストリートさんに来ると、あの 前回来た時は年越しライブだったんですけど、私たちここであの年を2014年から15年来させていただいて、で今来たら鯉のぼりが飾って、なんかすごく季節感があっていいですよね。もうそんな時期なんだと思いながら5ヶ月も経っていましたけどそう、あの今日すごい天気がいいなと思ってたのと、プラスあの次の曲はですね、もともとはこう雨上がりのこう道をこうなんかかけていくというか、こう雨が上がってこう虹が出てきてすごく晴れてみたいな、あ、ごめんなさい、私が間違えちゃった、ごめんねっていう曲を3曲目にやろうと思っての2曲目に行きたいと思うんですけど前回もこんなことやってたような気がするな、はい、大丈夫です2曲目は、セカンド CD のタイトル曲になってます、真夜中の影という曲をお届けします。ありがとうございます。真夜中の影お聴きいただきました。ということで、
3曲目どんな話だったか覚えてますか？中央で話しましたね。はい、そう、もともとはですね、次の曲は雨が降って上がってこう虹が出て気持ちがいいなって思いながらこう道を駆けていくみたいなイメージの曲なんですけども、今日もこの曲すごくぴったりだなって、この時期になんかこう桜を見ながらとか、あとはもうちょっと経ったら桜が散ってきて、それがこうどこかにこうひらひらと落ちて舞っていく様子とかを見ながら聴いたらすごく美味しいお酒が飲めるじゃないでしょうかそんなことを思いながら、皆さん大丈夫でしょうか？私だけ突っ走ってますか大丈夫ですか？眠いですか？ついててます。あ、ついついててる。ついててます。はい、こんな感じでやっていきますけど、次の曲は2曲続けてお届けしようと思います。虹色小道と、それから思い出になる前にお届けします。聴いてください。Thank you.
2曲続けてお届けしました。虹色小道と思い出になる前にお届けしました。はい、ということで、私たちもですね、今日、せっかくなので CD やら物販やら持ってきております。で、一番新しく最近出たのが2月の7日に、リリースになりました、オースオブバロテという初めてのオリジナル曲を集めたフルアルバムがあるんですけども、はい、今日持ってきていますが、とっても今までの中でもさらにこう爽やかで、とてもクラシックとかけ離れたこう元気な曲、明るい感じの曲がまさにそのチラシからも伝わってくると思うんですけど、爽やかな感じの曲が多く入ってます。今弾いてた思い出になる前にもちょっとバラードの曲もいくつか入ってるんですけど、ぜひ興味ある方は習っていってほしいなと思います。そうですね、私たちは、歌を歌わないインストと呼ばれるグループなので、バイオリンが、メロディーを歌のように歌って、私は伴奏って感じでやってるんですけども、バイオリン普段から聴くよって方どれぐらいいらっしゃいます？結構よく聞く。ああ、ちらほら、クラシックですか？インストが多い。クラシックがそんなでもないかな。ちょこちょこ、両方聞くよみたいな。大丈夫です。うなずきで察知してます。そうですね。一番の違いはどんな感じだろう？クラシックとポップスの。一番の違いですかね。クラシックはもうできてる曲をそのまんま聞くことが一番重要視されるので、1音1音間違えたらいけないんですよね。1個の音がドレードだったらドシドって弾いたらダメだし、全部はその通りに弾かないといけないんですけども、ポップスはそんなこともちろんなくて、全部その場その場でねアレンジしたりとか自由に弾けるのが一番の違いじゃないかなと思います。とても的確な答えをありがとうございます。そうかもしれない。そうですね、間違えちゃいけないですよね。だから、そうです、自由が利くのはとてもいいし、特に私たちバロテの音楽は結構こうメロディーが歌のように流れてくるので、ちょっと詩が浮かんできそうだなってよく声をかけていただくことが多くて、ぜひ募集しています。今日も聴いてもらって浮かんだら教えてほしいななんて思ってます。そのオースオブバロテから、1曲お届けしたいと思います。次の曲は、